こんにちは、黒田真由香です。今日はですね、毎日メイクをやっていきたいと思います。インスタグラムとかでも、そのメイクどうやってるんですかとかってよく聞いていただけるんですけど、まあ最近は大体はこのメイクをしてると思うので、よかったら参考にしてみてください。それではスタート。はい、では始めていきます。まずベースはこちらを塗っていきます。 RMK のベーシックコントロールカラーの3番です。グリーンの下地を最近は使ってます。グリーンは赤みを飛ばしてくれる効果があるので、私すごく赤みが出やすいので、最近はグリーンのコントロールカラーを使うようにしてます。スポンジで伸ばしていきます。このスタジオは本当に保湿力がすごくて、メイクして時間が経ってもずっとスキンケアした後みたいな肌にしてくれるのがすごい好きです。で、いつもと順番が違うんですけど、コンシーラーを塗っていきます。 RMK スーパーベーシックリクイードコンシーラーの01番を塗っていきます。私最近すごいクマが気になってて、それを美容部員さんに相談したら、このコンシーラーをおすすめしていただいて、これはファンデーションの後に塗るんじゃなくって、下地の次に塗ってくださいっていうコンシーラーみたいで、すごく密着力があって、コンシーラーのに目の周りにコンシーラー塗ると長時間経つとよれてきちゃうのが嫌だったんですけど、こちらは全然よれなくて、なので下地の後にクマの周りにこのコンシーラーを仕込ませてます。筆タイプで塗りやすいっていうのもいいですよね。コンシーラーが塗れたらファンデーションを塗っていきます。ファンデーションは RMK のリクイドファンデーションの101番を塗っていきます。だいたい量的には1円玉ぐらいの大きさでいいっていう風に BA さんに教えていただきました。塗っていきます。これもね、最近買ったんですけど、ツヤタイプとマットタイプと迷ってツヤタイプにしました。なんかマットっぽい方がカバー力はありますよっていう風に言われたんですけど、どっちも肌にのせてみた時に、こっちのリクイドファンデーションのツヤタイプの方がなんとなく透明感が出た気がして、こっちにしました。先に下地を買ったんですよ、 RMK の。下地を買うとファンデーションも同じブランドで揃えたくなっちゃうんですよね、いつも。やっぱりそのカバー力に関してはこのファンデーションはそんなに優れてはないんですけど、透明感を出して素肌で綺麗な肌を演出してくれるって感じです。で、もう一回さっきのコンシーラーで、次は赤みとかニキビとか気になるところを上からカバーしていきます。で、次にパウダーを塗っていきます。パウダーはこちらのシャネルの白いタイプのパウダーを使っていきます。こちらも特にカバー力はないんですけど、テカリ防止のために必ず私はパウダーを塗ります。で、次に眉毛です。サナエクセルのペンシルアイブロウ、いつものやつですね、使っていきます。で、描いた眉毛をダズショップのアイブロウトリオでぼかしていきます。こちらの真ん中の色と濃い色を混ぜて使います。このまま筆に残っているパウダーでノーズシャドウも描いていっちゃいます。鼻先まで引っ張って、鼻下にも影を入れて、唇の下にも影を入れます。眉毛はもう脱色してるので、アイブロウマスカラの工程は飛ばします。アイシャドウはマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズ822番を使っていきます。色味的にはオレンジブラウンって感じです。結構発色がいいのでつけすぎ注意です。
たい二重幅より広めぐらいに塗っていきます。下からこうワイパーのように動かすように塗って、と上がぼかせるように塗っていきます。下まぶたにも目を囲むように塗っていきます。クリオのプロシングルシャドウのこれは G の10番を塗っていきます。あの指原莉乃さんが使ってて有名になったキラキラシャドウです。指にとって塗っていきます。こちらを二重幅より上の部分にタッチするように置いていきます。何もついてない指でぼかしていきます。これ本当に少量でも大粒のキラキラがしっかりついてくれます。で下まぶたの涙袋のところにも塗っていきます。こんな感じです。基本メイクしてるときは時間がないので、アイシャドウは2色か3色以内ぐらいに収めます。時間があるときはあのアイラインぼかすたびにシャドウ引いたりもするんですけど、基本毎日はしてないです。ビューラーはやっとこちら買い替えました。資生堂のビューラーを使っていきます。緩やかにカーブがつくように細かく挟んでいきます。ナーズのクライマックスマスカラを塗っていきます。色はブラックです。根元からギザギザするように塗っていきます。である程度塗れたら逆を塗ります。で下も塗ります。もう一回同じ工程を繰り返します。はい、まつげ塗れました。アイライナーはラブライナーを使っていきます。色はこれダークブラウンです。目の半分ぐらいのところから目尻にかけて塗っていきます。若干垂れさせるぐらいに私はいつも塗ってます。ちょっと前までは目の粘膜も埋めてたんですけど、粘膜埋めると時間が経つとパンダ目になっちゃって、で次にチークです。RMK のマルチペイントカラーズの6番を使っていきます。これクリームタイプになってて、一応あのチークにも唇にも使えるんですけど、私はチークに使っていきます。こんな感じのオレンジです。これを指にとって目の下あたりに置いていきます。一旦置いてから何もついてない指でぼかしていきます。結構ここは細かく叩いてぼかしてください。足りないなと思ったらさっきのついてる方の指で足して、ついてない指でぼかすを繰り返していきます。クリームチークを仕込ませることでメイク持ち、チークの持ちが全然違うので、長時間出かける日とかはクリームチークをよく使います。でその上からこちらのクリオのプロシングルフェイス8番を塗っていきます。これ薄いピンクなんですけど、さっきのオレンジ色のクリームチークの上から重ねていきます。この色重ねることで結構透明感が出るんですよ。さっき塗ったチークの周りを軽くぼかすかのように筆を滑らせていきます。ちょうどなんかオレンジとピンクが混ざったような感じの色になります。でハイライトもクリオのものを使っていきます。ハイライトはこうやって筆を潰すように根元を持ってここにつけて、潰したまんま C ゾーンに塗っていきます。そうすると筆の面積が平べったくなって横長になるので、ハイライトを入れやすくなります。で指にとって鼻筋、顎先にも塗っていきます。リップがイヴ・サンローランルージュボリプテシャインの14番を塗っていきます。こんな感じの結構みずみずしいテクスチャーのオレンジリップになります。
ルージュボレブテシャイのシリーズは私もとっても好きで何本か持ってます。春なのでこういう透け感のある色が可愛くてこちらよく使ってます。で、口紅が塗れたらその上からディオールアディクトウルトラグロスを塗っていきます。色味はこちらも同じくオレンジ色です。上から結構たっぷりぽってりなるように塗っていきます。ちょっと細かいラメも入ってるのでキラキラしてくれて可愛いです。はい、私の毎日メイク完成しました。まあ毎日って言っても大体いつも違う口紅だったりシャドウを使ったりしてるのでずっとったわけではないんですけど、4月とか多分このメイクしてた日が多いんじゃないかなって思います。全体的にこういうコーラルオレンジとかシャドウもオレンジっぽいブラウンだったり春っぽい色を使ったメイクにしてます。で、今月毎日メイクやったので毎日メイクは毎月出していきたいなって思います。なのでよかったら皆さんぜひ今後も見てください。はい、では今日の動画はここまでです。いいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。